時刻は午後2時30分になりました。皆さんこんにちは。よちラジ3週目4週目は戦国抹茶のお時間です。今日もどうぞお付き合いください。司会の藤田よしこです。どうぞよろしくお願いします。そして今日は女性ゲスト初ということで、はい、はい、和漢短歌オーナー小野静子さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組戦国抹茶では、商品戦国抹茶を紹介しながら現代を生き抜く武将の皆さんにお話を聞くということで、今回は女性の初の武将ということですね。はい、男勝りで頑張ってます。はい、ぜひそのお話をお店の情報を聞いていきたいと思います。はい、今年の3月10日に発売されました戦国抹茶、お気楽な抹茶だことということで、このキャッチフレーズのもと今全国で、発売そして PR をさせていただいております。主に通信販売、商品の方をご覧いただけるようになっております。また取扱店舗も募集中です。そしてこの番組では実際にこの戦国抹茶のセットを使いましてお茶を立てながら、ゲストの皆さんのお話を聞きながら実際に抹茶を味わっていただこうという番組です。番組へのご意見ご感想は Facebook の戦国抹茶オフィシャルホームページ、または秀和物産、製造メーカーの秀和物産さんのホームページまでご意見ご感想をお寄せください。今回の抹茶、静子さんはお飲みになったことありますか？はい、自分で抹茶シェイクみたいな感じで作って、はい、そうなんですね、はい、すごく飲みやすくて美味しいので、はい、今日は藤田さんの作ったお抹茶いただくの楽しみにしております。はい、精一杯気持ちよく立てさせていただきたいと思います。はい、そしてお話の方も弾めばと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。戦国抹茶は、8種類の武将のセット、16種類のセット、各種様々ございます。今日は番組の中でもいくつか商品のこともそしてキャラクターのこともご紹介していこうと思っておりますので、どうぞお付き合いください。では今日は CM を挟んで、まず最初に和漢短歌さんというこのお店、一体どんなお店なのか、そしてそのお店ではどんなことをされているのか、もしかしたらヒントになるかもしれませんね。アクセサリーがヒントです。それではお楽しみに。さあでは戦国抹茶現代の武将に行く、今日は和漢短歌オーナー小野静子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回初めての女性ゲストということなんですけれども、はい、静子さんのやっている和漢短歌というのは一体どんなお店なんでしょうか？はい、うちのお店は天然石のこういうアクセサリーとかですね、はい、あとパワーストーンとか、はい、あと占いとかをやっているスピリチュアルショップになります。なるほど、はい、今日カメラさん見えますかね、彼女のこの手についているもの、そしてこのペンダントの大きな水晶、すごいですよね。見えますか？かなりのパワーのある水晶ということでしょうか？はい、これは今日、はい、後々お話しさせていただくんですけれども、はい、武田信玄が、はいはい、水晶を身につけていたというので、はい、今日はそれに合わせて大きいちょっと目立つ水晶をつけてきました。そうなんですね、はい、ところでまたどうしてそのパワーストーンであったりスピリチュアルなお店っていうのを開こうと思ったんでしょうか？はい、もともとそういう当時はスピリチュアルという言葉がなかったんですけど、はい、私が高校生くらいの時に、うん、オカルトっていう言葉があったと思うんですけれども、はい、若干なんかこう方角がちょっとずれた気がするんですが、はい、オカルト、はいはい、はい、でそれで、はい、いろいろなそういう、まあ、今でいうスピリチュアルなことが、はい、にすごく興味を持っていて、なるほど、はい、それでまあ、高校生くらいの時からそういうハーブとか、うん、あとその占いとか、うん、こういうパワーストーンとかを、はい、興味を持って今に至ります。なるほど、はい、その高校生時代に興味を引いたところからお店を開業しようということになったわけなんですね。はい、そして現在和漢短歌さんは銀座近くの八丁堀でお店をやられているということなんですが、はい、なぜまた八丁堀だったんでしょうか？たまたまですね、はい、私が住んでたところが、はい、まあその八丁堀の近くだったんですね、はい、で、まあ、お店を立ち上げるのにあたって、うん、家から近い方がいいよなと思って
って、そういうことだったんですね。はい、近辺で調べていたら、はい、たまたまこの自分の探しているような物件と、はい、マッチして八丁堀になりました。うんうん、そうなんですね、はい、八丁堀というと、まあ、人形町と同じぐらいこうビジネスマンいろんな方が多いと思うので、はい、まあ、社運をかけた占いとかやっぱりそういったものが多いんですか？そうですね、あんまりその社運をかけたっていうのはないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと隠れ家的な感じで個人のお客様がすごく多いです。はい、女性の方男性の方どっちが多いですか？同じくらいですね。あ、そうなんですね、はい、男性の方結構いらっしゃるんですね。そうなんです。ちなみに占い師歴16年ということで、はい、かなりのベテランの域なのではないかなと思ってるんですが。そうですね、中堅どころですね、はい、この業界だと結構はい、もう年齢のいってる方がもう30年、はい、40年やってらっしゃるので。なるほど、私はまだまだ中堅どころです。はい、10年20年経った頃には八丁堀の母みたいになってるかもしれないってことですよね。はい、そうですね、そうなっていると嬉しいですね。あ、すごい。そして、はい、白蛇を3匹育てていますということなんですが。はい、蛇ちゃんを3匹育てていて、はい、で2匹はうちの私が、うん、買ってきた子なんですけど、はい、もう1匹は、はい、大阪にあるジャミライさんっていう、はい、会社がありまして、はい、そちらの蛇ちゃんを代理飼育というか、はい、ウバやってます。里子なんですね。はい、そうですか。はい、なんかワロップの放送局スタジオに白蛇ちゃん別番組さんで連れてきたことがあるんですよね。そうなんです、いや会いたかった私も蛇に。ね、今日本当に連れてくればよかったなと思って、すごいおとなしくテレビ映えのする子で、あらもうライトがあったらともうガーってこう動くすごい優秀な子で、ヘビちゃんです。はいはい、私もここに亀連れてきたかったわっていつものフリフリの、ね、ドレス着せて亀サディヘビみたいな何の番組だか分かんなくなっちゃいますけどね。爬虫類番組で、爬虫類番組になりそうですけど。ところで八丁堀のお店今オープンして大体何年ぐらいですかね？はい、1年半くらいになります。あ、なるほど。はい、お店の方も今、独自の売りを見つけたりいろいろなことをやっていき、開運カフェとしてオープンさせていきたいということで考えてるということで、はい、お店の中、どんな感じなんですかね？お店の中はたまたまなんですけど、はい、白なんですね。白が貴重で、はい、白が貴重で、はい、なんだろう、アメジストとかいろいろ天然石が、はい、原石が置いてあったりとかしているんですけど、はいはい、本当に白、内装白にして、でたまたま白蛇が来たので、はいはい、これはきっと何かなるほど、白で何かあるのかなと、縁があるのかもしれないということで、はい、清らかな場所になっているのかもしれませんね。はいはい、ところで和漢短歌さんと天然石というと、実は日曜日のよちらじの顔ぶれっていうのは、はい、遠からず近からずご縁がありまして、はい、実は四国ガチンコというその四国を回る旅の時に旅のお守りとしてパワーストーンの数珠を作ってくれたのが和漢短歌、はい、小野静子さんだったわけなんですね。はい、あの時の石私も持ってるんですよ。はい、そう、今日着物につけてくればよかったですね。ピンクと水色のとっても可愛らしいのを作ってくださって、はい、旅のお守り、あの時の石が、なんと何が入ってたでしょうか？ですね、ブルーレーサーゲートっていうのと、あと、はい、ローズクォーツと、あと水晶だったと思います。はいはい、水色ピンク白のとっても綺麗な、はい、プレゼントさせていただきました。ありがとうございました。はい、おかげさまであれから、はい、四国一周して帰ってきましたもんね。そうですよね。そうなんですよ、なんだかんだ言ってまだ生きてます。お元気で何よりです。本当におかげさまで、はい、パワーストーンに守られたのかもしれないなって思ってるんですよね。そうですね、はい、まあ、今日ちょっともう一つ実はプレゼントがありまして、そちらの方にいるちょっとミュージカル税理士の平井陽子さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方と一緒に、はい、藤田さんにプレゼントを、そうなんですね、はい、いいですか？今出しちゃっていいですか？いいですよ、はい、何でしょう？こちらに、はい、うちのお店特製の、はい、ヘビちゃんのお守りと、あとヘビの皮が入ってるのかと思います。はい、この間の私が個人的に旅行に行ったんですけど、はい、グアムのお土産でローションなんですけど、はい、ありがとうございます。そしてこちらはそちらにそのヘビちゃんのお守りが
ちっちゃいんですけど、あの白蛇の抜け殻を使った、うちの子のお守り、お守りです。これはもう肌身離さずこうなんか入れといてこう、はい、運気が上がるとか、上がりますよ、あの金運がアップするとか、すごい、あの今日も来る前に、はい、あの報告、あの、はい、お客さんからメール入ったんですけど、なるほど。やっぱりこう白蛇ちゃん効果っていうのがあるんですか？ あるみたいですね。そうなんですね、はい、あの皆さんにも後ほどじっくりお見せしましょう、守り、あの、はい、ブログの方に写真に載せますね。今ちょっとこれ小さいのでね、はい、いい香りがしております。ありがとうございます、はい、あのしっかりこう懐に忍ばせていきたいと思います、はい、あの財布に入れて持ち歩いていただくといいと思います。あの数々の奇跡をこう生み出す白蛇の守りなので、もう奇跡を起こしたいですね。はい、あの面白いお守りなのでぜひぜひ身につけてください。グアム行かれてたんですね。そうなんです、あのヘビちゃんの効果か分かんないんですけど、はい、あのアップグレードしてないのにビジネスクラスに乗せていただいて、快適な空の旅を。なるほど、はい、何かしらこういいことが訪れるっていうのは嬉しいものですね。そうですね、びっくりしました、はい、本当にあのアップグレードしないのに、はい、あのビジネスクラスに乗れちゃったっていう、あら得した気分で。それはまた羨ましい。はい、私も先日ハワイに行ってきて。そうなんです、フェイスブック書かれてましたよね。今ハワイのお土産忘れたことに今気がついてしまいました。申し訳ございません。いい、さて、今後のお店もっとたくさんの人に知ってもらいたい、そして来てもらいたいということで、はい、良いエネルギーに満たされたカフェを作るということを目標におやりになっているということなので、はい、この後は CM を挟みまして早速仙石抹茶をお飲みいただきながら、はい、そんなお店の展望なども聞いていきたいと思います、はい、今日は思わぬことにお土産をいただいてしまいました。引き続き仙石抹茶お付き合いください、お気楽なお抹茶だこと、こちらですね、文法タイプの戦国武将の描かれた抹茶、こちらの1回分のものを使ってこの後は実演をしていきたいと思います。戦国抹茶、現代の武将に聞く、引き続きお付き合いください。はい、じゃあ戦国抹茶、現代の武将に聞く、今日は初の女性ゲスト、和漢短歌オーナー小野静子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になってます。さあでは早速戦国抹茶実演といきたいと思います。ではお茶のご用意お願いします。番組も3回目となりまして、今日から、はい、お茶ボーイズが登場しております。普段はミュージシャンをしておりますが、時々アシスタントしてくれています大賀くんでした。ありがとう。はい、ではですね、お茶の実演をしていきたいと思います。戦国抹茶1回分の文法タイプになっているお茶が入っております。こちらをですね、早速お茶立てていきますので皆さんご覧ください。今日はお茶菓子にはコロッと小さなクレープのこちらおやつをご用意しました。抹茶、そして黒蜜、わらび餅が入っているそうです。お口に合いそうですか？はい、とっても大好きです。よかったです。よかったです。さあでは実演していくので、アシスタント君ちょっとマイクお願いします。ではお茶を立てていきたいと思います。まずですね、こちら、抹茶を立てていくんですが、戦国武将のボードがあります。後ろ見えますか？こちらに、種類があるんですけれども、じゃあちょっとこっち持ってきましょうか。よいしょ。どちらになさいますか？はい、先ほど少しお話しさせていただいた、はい、大念珠を持っている武田信玄の、はいはい、ではこちらの、はい、お選びいただけますでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。ではボード戻してね。はい、じゃあ本日は武田信玄立てましょう。はい、はい、じゃあお願いします。まずはこの文法のお茶を入れていきます。そして茶筅で立てていきます。もちろん戦国抹茶、ガイドブックにもあるんですが、お茶として、飲んでいただくのはもちろんなんですが、お塩を入れて
抹茶塩としてお使いになっていただいたりとか、抹茶塩、はい、そして先ほど静子さんもおっしゃっていたように、はい、こちらの抹茶をシェイクしたり、夏ですからね、冷たいものに使ったりということも可能です。このようにまずお抹茶を入れました。はい、そしてお湯を足します。そしてのの字を書いて、そして立てていきます。藤田さんお上手ですね。ありがとうございます。柔らかいきめ細かな泡が立つように丁寧にのの字を書いていきます。そして綺麗な泡が立ったところで、最後はくるりときめを整えていく形です。さあできたかな。抹茶のいい香りが今この席の周りには漂っております。はい、香り豊かな抹茶ですよね。なんかあの高級宇治抹茶を使用されていると聞いて、はい、本物は違うよなと思ってます。このように茶せん、初めての方でも簡単に使い立てることができます。どうもありがとう。はい、ではお召し上がりいただきましょう。今回は武田信玄ご用意させていただきました。どうぞお飲みください。いただきます。どうぞ。皆さんもお家で気軽にちょっと一服いかがでしょうか。ありがとうございます。あ、いいんです、いいです。マイク近づければよかったですね。はい、すごいクリーミーで美味しいです、はい、あ、よかったです。お上手ですね。ありがとうございます。結構なお手前です。いただきました。はい、はい、結構なお手前です。あ、いえいえいえ。あの戦国抹茶、こちらのセットではここからは紹介していきたいと思います。効能としてはテアニン、カフェイン、カテキンが入っている抹茶、体にいいと、そのまま飲むと体に良い、そしてすっきりとしたリラックス効果もあるということを言われております。こちらが戦国抹茶のパッケージになります。ご紹介の間にはゲストの方には、スイーツとともに味わっていただければと思います。こちらのセットになっていまして、ボックスタイプです。こちらを開けていきましょう。こちらの戦国武将のセットが入っています。そして中にはお椀と、そして茶筅が入っています。このように茶筅のセットになっていて、お家にまだ何もなくても始めることができるんです。このセットで商品の価格4600円からとなっています。各セットございます、種類もありますので、詳しくは戦国抹茶オフィシャルサイトをご覧ください。現在取扱い販売店を募集しております。そして番組でもご紹介をしているんですが、この戦国抹茶のお茶と一緒にコラボしてほしいスイーツ、一緒にコラボレーションして盛り上げていきたいというお菓子メーカーさんを募集しております。ぜひ一緒に戦国抹茶と現代の世の中を渡っていきませんか。今日はちょっと倒れちゃった、ごめんなさいね。はい、ちょっとハプニングがありましたけれども、さて味わっていただきながら引き続きお話を聞きたいと思います。ではですね、これをちょっと下げてもらおうかな。お願いします。はい、ところで、はい、和漢短歌さんのお店のこれからの展望をちょっと聞いてみたいんですが。はい、これからの展望は、はい、そうですね、今考えているのは、うん、和漢短歌をもう少し頑張って、はい、広げてカフェとかに、カフェをしたいなと思ってます。うん、はい、開運カフェ、開運カフェ、はい、現在は、まあ、お店になっていて、はい、その中で占いをしたりカウンセリングをしているってことなんですが、はい、飲食店としての展開も広げていきたいということなんですね。はい、お食事を楽しみだりしながら、はい、カウンセリングを受けたりと。そうですね、お食事というより蛇とか石ですね、はい、石を楽しんでいただきながら、はい、お茶を飲んでいただき、なるほどなるほど、はい、もうカフェとしてゆっくり、はい、お飲み物を飲んでリラックスして過ごしていただく、はい、ということなんですね。はい、はい、そして現代の武将を生き抜く、はい、静子さんは今回占い、そしてパワーストーンという分野で、まあ、お店を出し実業家として歩み出して1年、はい、そしてもうすぐで1年半ぐらいですね。そうですね、お店がそうですね、はい、はい、
今までやってきて一番大変だったこと、そして新年なんかはありますか？一番大変だったことですか、はい、大変だったことは、はい、いろいろとありますけど、うん、そうですね、全部がこう学びで、あ、なるほど、はい、これから先がちょっとまた楽しみです、うん、はい、うん、ちなみに今までやってきてこれは一番嬉しかったとか充実したとか、何かお店をやっててのエピソードがあれば。そうですね、やっぱり自分の、グッズを持って、うん、状況が変わったんですとか、はい、いいことがたくさん起きたんですっていう方が増えたのが、はい、やっぱり一番そういうお客様の生の声を聞けるのが一番嬉しいですね、はい、今までどんなことがありました？そうですね、結構そのパワーストーンをつけた方は、うんうんうん、その顔の表情が柔らかくなったって言われたりとか、あとヘビちゃんのお守りだと、うんうん、予想もしなかったことが起きたけど結果的にはお金が舞い込んできたとか、状況が変わりましたとか、はい、もしかして恋人ができたりとか、はい、そういうこともあるんですか？ ありますね、パワーストーンで、うんうん、はい、やっぱ石つけていただいて、はい、あとそのお家の仮装とかを見て、で恋人ができたっていう方もいらっしゃいます。なるほど、はい、すごいですね。こう具体的にこんなことがあったっていうのを知るとやっぱり行ってみたいなっていう気持ちに皆さんなるかと思うんですね。そうですね、結構皆さん占いとかをされて、はい、すごい気分的にすっきりされたっていう方はいるんですけど、必ずその後にいい引き寄せというか、いいものがこう舞い込んできているように思いますので、もしかしたらお話をすることでデトックスになっているのかもしれないですよね。そうですね、そのこともすごくあると思います。うん、なるほど、はい、ちなみに10年後20年後和漢短歌さんは、まあ、カフェとしての展開ということを考えていらっしゃるということですが、はい、静子さんご自身はどんな風になっていきたいっていう目標がありますか？そうですね、私ももっともっとこう成長できるような、うん、男性にこう、はい、負けないような経営者になれたらいいなと思ってます。意外と男勝りな一面があるんですね。はい、目標達成に向けて頑張ってます。なるほど、ぜひそのパワーストーンたちが力を貸してくれればと思います。さあ、この後は CM 挟んでエンディングです。ありがとうございます。ありがとうございました。それではエンディングのお時間です。今日は和漢短歌オーナー小野静子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お店のお話いろいろ聞いてきましたけれども、はい、まだ話し足りないなんてことありますか？はい、話し始めたら止まらないのでこれくらいに今日はしておこうかなと。いい、はいはい、ぜひお店の営業時間や詳しい情報など教えていただけますでしょうか？はい、お店の営業時間は11時からの20時まで、はい、で最終受付が19時になっております、はい、で基本的にお休みはなしで。飛び込みでもいいんですか？ご予約いただいた方が。なるほど、ご予約制ですね。はい、はい、分かりました。カタカナで和漢短歌という検索で大丈夫でしょうか？はい、はい、ありがとうございます。ちなみに和漢短歌っていう言葉の意味って何でしょう？はい、ネイティブインディアンの、スー族っていう種族がいるんですけれども、うん、そちらの方々が使われている言葉で、その大いなる精霊という、はい、グレートスピリッツ、目に見えない偉大なる力という創造主ですね、はい、っていう言葉になっております。見えないものが宿っている、そんなお店和漢短歌さんなんですね、はい、きっと、はい、では、戦国抹茶からは本日お越しいただきました現代の武将の方に戦国抹茶セットをプレゼントさせていただきたいと思います。どうぞお受け取りください。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお家で安らぎのひとときに戦国抹茶お飲みいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは番組をご覧いただいている皆さんに、はい、最後に現代の武将として開運の秘訣、そして皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか？はい、
そうですね、あの開運の秘訣というわけではないんですけど、はい、あの見えない力を信じるというか、あの目標達成も大事なんですけれども、あのそこに導かれるということも大事かなと思っております。ですので、あの見えない力を信じて前に進んでいく勇気身につけていただけたらなと思います。はい、素敵なお言葉をいただきました。前に進んでいく力、そして見えないものを信じる力も大事なんですね。はい、本日は和漢短歌オーナー小野静子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回はギタリストの柴田俊介さんが登場します。ぜひ来週も戦国抹茶お付き合いください。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。